では始めさせていただきます。開式の言葉、いい姿勢が緊張をお願いします。ただいまより平成30年八幡祭で神明町出発式を始めます。一同拝礼、山屋祭礼委員長お願いします。祭礼委員長挨拶、山屋祭礼委員長。おはようございます。天候はちょっと悪いですが、明日はなんとか曇りで、もう今日も夕方あたりから曇りになるようですけど、今張り切って事故にないように、今回だけは事故、ちょっと雨がありますので気をつけてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。責任役員挨拶、小倉責任役員お願いします。おはようございます。おはようございます。本日は誠におめでとうございます。八幡の祭りも、この期間がありますが、宵祭といいまして、昔は神明様と言いました。神明様のお祭りが国一で、本町が八幡神社ということで、私どもをおってまいりました。まあ、その頃は、3日間お祭りがありました。そういうような形の子供の頃の話でございます。本日はとにかく事故ないように気をつけて楽しいお祭りをしてください。よろしくお願いします。よし。瀬尾委員長挨拶。おはようございます。おはようございます。構成変更等が今年ありますが、新名称らしく一年八年を見せてください。よろしくお願いします。小頭町挨拶、中島小頭町お願いします。おはようございます。おはようございます。今日は伝統のコロナ天候ですけれども、皆さん力を合わせて明日笑って楽しいお祭りだったと言えるような祭りにしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、出汁のお清めを坂運行長お願いします。それでは乾杯に移りたいと思いますので、準備をお願いします。
ましたでしょうか。後ろの方どうでしょう。大丈夫です。それでは乾杯の温度を吉川青年頭お願いします。正式の言葉とさせていただきます。お話をお願いします。